どうもです。皆さんこんにちは、こんばんは。今回はフォートナイトのソロやっていこうと思います。さあ早速、この前再販していたピンクマちゃん買ったので、今日はこのスキン使って遊んでいこうと思います。で、グリーシーグローブに降りてきたんですけど、思いのほか人が降りてきてないですね。なんかほんと最近街の降りてくる感じ変わりましたよね。しばらくやってない間にみんなが降りる場所がどんどん変わってきてますね。さあ、ちっちゃいポーション欲しかったけどないな。あ、でも降りては来ている人いるのか。銃声鳴ってましたね。さあ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 、ショットガンも欲しいけどないな。とりあえずサブマシンガンゲット。ミニポ飲んどくかな。どうしようかな。これケチったら死ぬかもな。怖いなけどケチる。あー、そこにでかいポーションもう一個あるね。あれ取って、飲んでから行こっか。あっち割と近くにまだいるね。飲んでから突っ込みます。向こう側いる。間違えた。え、建築物出ない。びっくりした、びっくりした、いろいろびっくりした。忘れた。今一瞬建築ボタン押してたのに、あの建築物の方が出なくてずっとこれ投げてましたね。パルツのこのボムを。宝箱ない。あ、ミニポ来た。ナイス。お、あそこか。銃声鳴ってますね。いますね。行きましょう。どこ撃ってるんだろう。そこの建物の中に一人と、どこと撃ち合ってるんだろう、あの人。あー、向こうか。これ倒したな。移動するな。アイテム拾いに行きますね。うわー、最悪。木が邪魔で取れなかった、倒せなかったというか、いけなかった。最悪だー。詰めるか。オッケー。お、サーマルスコープ持ってる。ちょっと使いましょう、使いましょう。このアイテムほとんど使ったことがないんで。動画にはしたことないですね。生放送でも使ったことないと思うんで。やった。タイムリーな、タイムリーでもないが、ちょっと実装されてからだいぶ経ってますね。どっちかというとって、今なんかものすごい今素が出ましたけれども、どっちかというとあれですよね。今はスティンクボムの方が旬ですけれど、ちょっとラスキルはサーマルで決めたいな。決めれたら遠距離は辛いけど、遠距離でどうにか行きたいな。今向こう側の木が切られた、伐採された。うわ、なんかでっかい建物も建ててるね。一人ぐらいこのこっち側の山の上いそう。ちょっとこっちの上取ろっか。箱あるね。ちょっと箱負けでいこう。いいね、いいね。あー、そっちいるんだ。そっちに一人か。了解。
サーマルで勝負だな。やめて。あの人もこの人もあれかな。この人もサーマルもしかして。あんまり資材ないからそんなに立てられないですね。あと4人か、結構少ないな今回。下にいるな。そこに隠れてるな。これ見やすくて面白いですね。ここに隠れてるのか。オッケー、一発ヒット。奥に逃げたな。ジャンプパッドがあったら突っ込むんだけどな。下の方とかに入り込んできてはないか。下に降りてるな。下に。そっちか。スナイパー持ってるのかな。いて、左の方でも銃声鳴ってますね。移動しないといけないな。あの人も、あの人の方がでも先に移動しないといけないはず。さあどうする。こっちから出てくるでしょ。ダメだ、僕も移動しない。いて、高すってないや。高くしすぎた。高すクリニックじゃないんだから。そこいる？これ。いや、いないか。さすがにないか。ちょっと上取りたいですね。そこか。そこ2人いるのかな。やり合ってる。あ、でも爆発物で。くぅ、あの人強いな。やっつけたいですね。なんかすんごい仕掛けてるな。とんでもないの仕掛けてってるな。これ先に向こうの人が動くから、こっちの人入ってないから動いて降りてきたところ狙うか。暗いことやろ。で、下の人が箱開けたな。救援物資。危な、この人今。この人今ロケラン構えたよ。今こそサーマルの出番。そこか。そこの床だけ壊そう。だいぶヒットさせたよ。オッケー。うぅ、スカーナイス。こっちの位置はバレてるよね、さすがに。一回回復させてくれるかな。さあどこにいる。サーマルで索敵して倒しましょう。よし、攻めては来ない人だ。どこだ、あれか。よしよしよし、そこだな。ふっふっ、やばい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 、動かないぞ。なんだあの男打ち。何あの男打ち。え、すごい男。
男気ある人でしたね。なんかこうサーマルの良さっていうのを生かしきれてなかった感じはしますけれど、でもとりあえずサーマルでドンカツということで、もうちょっとなんかこう遠距離でうまくこう壁に隠れてるのをこうサーマルで検知しながら戦いたいっていう感じはあったんですけれども、とりあえずまあサーマル使って勝てたんで良かったです。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。またよかったら次回の動画もよろしくお願いします。ではではでは、ありがとうございました。